チベット人の民族意識と仏教山の中の寺から度胸の声が響いてきたここはインドダラムサラの亡命チベット人のためにインド政府が提供した入植地だ1959年3月 ダライ・ラマ14世はラサを脱出しヒマラヤを越えインドへ亡命したインド政府はダライ・ラマ政権の承認はしないがダライ・ラマ14世及びチベット難民を受け入れ以来50年以上にわたる チベット難民の亡命生活が始まったダラムサラの仏教寺院から聞こえてきた度胸はチベット人が崇拝するダライラマの度胸の声だチベットを脱出する前にダライラマ14世が読んだ「血がある」「広く連なる大地の苦しみ」 暗黒による拘束をくまなく解き放し、伝明の法に放つ光明により、心を癒す吉祥の宴を施したまる。チベットの大地は広大であるが、人々は中国による暗黒と国ここに縛られ、息をするにも苦しんでいる。 あなた方は新たな光で今の闇を消滅させ人民に自由に息をさせ人生を享受させることができるのに。これはダライダマ14世がチベットを制圧している中国人たちに読んだ詩である。この詩の後半に ダラ,ライラマ14世の平和に対する考え方が現れています。無変の主情の快楽、人を天の孤独、世間の楽、富という川の流れを太平の世に導く元日の流れが、元日の流れが、 大地を豊かに潤すように仏の慈悲の心は人々に平和と正義をもたらしてくれるこのダライ・ラマ14世の平和への祈りも虚しくチベット人の中国に対する不満はついに爆発したのです。 中国人民解放軍により占領されていた東チベットで暴動が勃発したのです。やがてチベット全土に暴動が広がっていった。これに対し中国政府は自身の正義を行使し抵抗運動に対し 容赦ののないい殺戮を加えていったのです中国人民軍の砲撃は、ダライラマ14世のいる宮殿にも加えられ、今はこれまでと思い定めたダライラマ14世は護衛に守られ、ヒマラヤの山並みを越え、 インドへと脱出したのです。ダライラマ14世の後を慕い、数万のチベット人が後を追った。1959年4月24日、インドのネルー首相はダライラマ14世に会い、 14世とチベット難民の受け入れることを表明したのです。これにより、ダライラマ14世は、チベット亡命政権を組織し、インド政府が提供したインド北西部のダラムサラに移り、以後、 50年以上にわたる亡命生活が始まったのです。以来、ダライ・ラマ14世は、自らを元首の意志から退き、チベット人民の象徴の位置につき、司法、行政、立法は、選挙で選ばれた人たちに委ね、 亡命チベット人権省の制定、憲法の制定、行政組織の制定による民主国家の建設に尽力したのです。もちろん亡命したチベット人社会の中に、チベットの武力による解放を求める声はあります。 しかしダライ・ラマ14世は仏の慈悲の心で世界平和を求める運動を全世界に繰り広げていますこのダライ・ラマ14世の判断は非常に正しいと思いますチベットの武力解放をしたとしても 強大な中国人民軍の前には押し潰されるのがオチです。またインド政府も非常に困った立場に追い込まれます。そうなると現在難民のために提供しているダラムサラの地を追われることになりかねないのです。 それに対して、それらを放棄し、仏の慈悲の心で世界平和を求める運動を、全世界に展開するということは、まさにチベット仏教の真髄ともいえる動きです。これこそ、観音菩薩の生まれ変わりと言われている、ダライラマ14世が、 やるべきことです彼の政治的判断の根底には仏の慈悲の心がありそういう指導者を亡命チベット人は尊敬し支持しているのです。チベット人だけではなく彼の法要にはヨーロッパ人アメリカ人アジア人日本人も 多数参加し彼の法話を聞いています。ダライ・ラマ14世は東日本大震災の直後来日し被災した人たちを慰め励ましたのです2021年3月15日 INU 研究機構学長 きょうじゅん、くぼうです。